バルセロナの元フットボールディレクターであるジョルディ・クライフ氏が FW ・ラミン・ヤマルのデビュー秘話を明かしている。2023年4月25歳9ヶ月16日という若さでバルセロナのトップチームデビューを果たしたヤマルだが、もっと早い段階で起用されていた可能性もあったようだ。スペイン・モビスタールプルスとのインタビューに応じた J ・クライフ氏によれば、 チャビ・エルナンデス前監督はヤマルの持つ特別な才能にすぐに気がついたものの即座にはデビューさせられなかったのだというバルセロナはその段階ではヤマルと正式に契約を結んでいなかったため他クラブから発見されて引き抜かれることを恐れていたようだ当時のことを思い出すよ彼がトップチームの練習に参加して5分後当時の監督であるチャビは私たちの方を見たそして 彼は特別だだと言ったんだよチャビはやまるのことをもう少し早い時期にデビューさせようとしていた。しかし私たちはまだ彼と契約を結んでいなかったんだよ。だからまず最初にしたのは彼が長きにわたってここでプレーすることの裏付けだったんだ。